村上宗隆、昨日から感覚が戻ってきた青木の力家の助言で78打席ぶりの一発。78打席ぶりの一発。昨シーズン、最終打席で日本選手最多の56本塁打を記録するまでも61打席を要したが、はるかに超えた。神宮でのマイカード、打率1割台と不振を極めた秘宝に、青木が歩み寄っていた。今回は胸が苦しそうだったから俺から言った。ベンチ裏でスイングを見て悩めるまな弟子にスイングのメカニズムをしっかり見つめ直してやってみたらと助言していた。チームは7、8と2か連続の逆転負けで5位に転落したが、高津監督も打席で割り切りのようなものを感じたと話したように、4番の復調は大きい。青木が村上にしたフォーム修正の助言ってずっと解説とかの有識者から指摘されてたことよな。今までチーム内で誰指摘せんかったのかな、言われてたけど村上が無視してたのか。坂口が村上には恐れ多くて打撃の話とかできないみたいなこと古田の方程式で言ってた。まあ普通はそうやろな、三冠王やし山田か青木くらいしか言えんわ。青木の力家さん、自分も3割打ちながら村上のフォームを修正させて目覚めさせる大活躍。青木は村上に左の打ち方も教えたし打撃理論勝ちなんやろな。選手見る目ありそう。村上は自分で気づいて修正する能力がないのだな。青木は自分でできるからこそメジャーでやれたんやろうし。青木45くらいから選手兼打撃コーチになって流れで引退後も専任打撃コーチなってくれへんかな。青木は GM 志望なんだよな。なんか青木の引退は当分先だな、なんで去年より明らかにすごいのよ。青木の後継者っていつ出てくるんや？丸山が青木2世になれるとか言われてたけど。2世も3世も青木やぞ。朗報青木の力家さん、ちゃっかり今年もチーム首位打者。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。